年を重ねる美顔は武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、今回はどのブランドがいいんですかとかよく聞かれるんですけども、いろいろねご紹介してます。でその中でもプチプラも紹介してるし、デパコスも紹介してるんですけども、今回はデパコスの方で紹介していきたいと思うんですけども、私たちのヘアメイクのね、仲間たちとこの間ね、いろいろ話してたところ、どこが今一番いいと思うって話をね、プロの集団でね話してた時に、やはりね皆さんね一緒だったんです。はい、スックとコスメデコルテが来てるね来てるね来てるねっていうことで、やっぱりそうだよねっていうことで、スックの方に出かけていきまして、新色もね出てるっていうことで、いろいろ聞いてこようと思って行ってきました。美容部員さんのところに今日ね、はい、がっちり買ってきました。6点買ってきましたので、ご紹介していきたいと思います。では行ってみよう。はい、皆さんね、スックっていうと大体何を思い浮かべますか？私はね、一番やはりね、マッサージクリーム、眼筋ね、マッサージっていうことですごく有名になったね、マッサージクリームがあるんですけども、最近もうね、スックっていうと私はね、もうやはりベースすごいなといつも思っておりまして、去年の夏はリキッドファンデーションがねすごい素肌感があってすっごい綺麗だったので、そちらの方をね結構使ってました。で今回は、はい、すっごいね気になってました、このスックのねスムースカバープライマー下地ですね。私の動画ね本当にね下地とかすっごいいっぱい出てきてるんですけども、ファンデーションオタクですはっきり言いまして、はい、いっぱい持っております。でその中でね、やはりプチプラもいいんですけども、デパコスの方もね紹介してくださいって言ったところで、何がいいかっていうと、やはりね肌がね荒れにくいんですよ。であと保湿力だったり、洗った後の張り感とかがねすごく綺麗だったりするんですけども、今回はパウダリーファンデーションが気になると皆さんね結構コメントに書かれていて、パウダリーファンデーションちょっとね紹介してくださいってことだったんですけど、私パウダリーファンデーションは40代50代は使うべきじゃないと思ってるんですね。なんでかっていうと粉っぽくなると老けるから、ということで、ただ使いたいっていうね願望も聞いてあげたいなと思っていろいろ探していたんですけども、やっぱりねなかなか自分の中で、ね、自信を持ってお伝えする商品を出会えなかったっていうところで、今回ツックは結構パウダリーファンデーション良かったよっていうことを聞きつけたので、実際ね聞いてきまして、おでこだけねつけさせていただいたんだけども、パウダリーファンデーション確かにスックのねパウダリーファンデーション良かったんですけど、でも私はやっぱりねツヤ感が大好きなので、やっぱりねそこちょっと変えなかったんですけど、今回夏に新しく出たリタッチプレストパウダーっていうことで、ラスターグロー102の色なんですけども、こちらの方がパウダリーなんだけどツヤっぽく上がりまして、パウダリーファンデーションを買うつもりだったんですが、リタッチの方のねパウダーを買ってきました。化粧直しにいいんだよって言ってたけど、そのまま使ってもいいということで、こちらの方です。はい、めっちゃ綺麗じゃないですかね。ちょっとねこの肌のね調整する光のこのね細かいね紫だったりとかピンクだったり白とかね、その部分とこのちょっとねツヤ感のキラッとした状態のパウダーが入っていて、それを混ぜながら使うと綺麗になりますということで、でこの筆をねつけるとこの磨くっていうんですかね、そうするとすごいね綺麗だったんです。なのでいいかなって思うのが今回こちらだったので、今日ね塗りながら説明していきたいなと思っております。はい、これです。まずね、スムースカバープライマー、これはものすごくねどこの雑誌でもすごく綺麗ですよと、ね、私もお仕事で使ったことがあって、あこれはいいなと思っていたんですけども、やっぱさらっとするタイプなので、ちょっとね自分的にはねツヤ肌が私大好きだったので、ちょっとね、出遅れてます。さらっと表面はしてるんですけど、中がね結構しっとりちゃんと潤いがあったので、これは綺麗だなと思いまして買ってきました。片方ずつねちょっとやっていきたいと思うんですけども、まずね美の三角ゾーンをのせていきますが、こうねカバー力があります。なので丁寧にこの部分しっかり重ねてつけたら、見てもねすでにこれだけ塗ってるだけで綺麗。
スムーザーってすごくね、毛穴を綺麗に見せてくれるそうなんですよ。あの、人に塗ってあげてたんですけど、自分の肌に塗ってなかったのでね、あ、自分の肌に塗った時に、あ、こりゃいいや、みたいなね感じになりまして、すっごい綺麗じゃないですか。本当に少量でこんだけ綺麗です。で、あとちょっとね、重ねていて、こういうくすみだったりとかね、するとこだったりとか、ちょっと毛穴が気になってるところ、小鼻とかの毛穴とか、そういったところをちょっと丁寧に丁寧にちょっと塗り込んでいきます。でニキビができているとこちょっと叩いていったりして、フラットにした状態と、あと光の分散の仕方がね、すごいこう肌ツヤがすごく綺麗に見えるような感じになっているんじゃなかろうかと思っております。ね、あとこういうね、メガネの跡だったりとか、この辺ね、くすんできたなと思う人は、こうちょっとこうね、丁寧に置いてあげると綺麗です。どうですか、キメ細かく見えませんか。はい、でそこから筆がね、付属と思えないぐらいやっぱりすごく質が良くて、ちゃんとねカットしてある面がすごくねフラットになってるんですけども、こう横に当てつけてあげるとすごい気持ちいいんですよね。なのですごくこういうパウダーが綺麗につくと思われますね。見ていきましょうか。このね、まあ、こっちだけちょっとつけていきますね。そうするとキメが細かくなっていくんですけども、こちらの方と混ぜて使っていくと、わかるかな、全然違くなるの分かります。ほんと肌にねスーッと馴染んでいって、粉っぽくならないんですよ。もうね、これを求めてましたね。ざっと両方ね、両面つけていって、でそこからちょっとだけね馴染ませてあげて、ちょっと、ね、さーっと外側に向かってつけていきます。こう磨き上げてくださいって言われたんですけど、美容部員さんはね。で、すごいなんていうかな、粉っぽくないけどテカリはちゃんと抑えてくれる感じ。はい、どんどん、ね、あの素肌がすごい綺麗に見えませんか。私はあのファンデーションね塗りましたっていうよりは、やっぱりね素肌が綺麗ですねって言われる方が、あの女性は嬉しいんじゃなかろうかと思っておりますので、はい、あの塗りました感よりね、自然にどういう風にね綺麗になるかっていうファンデーションっていうのは、やはりね自分の中で一つ持っとくといいなと思っているんですけども、こう触った時とかもベタつき感はないんですけども、ツヤ感、はい、これ何がすごいって、あんまりね重ねても本当に粉っぽくならないの。なんか粉嫌いの私がこれなら OK みたいな感じになったので、こちらの方買ってきました。あのスクのね、あのパウダリーファンデーションの方、あの見たんですけど、やはりよそと比べてパウダリーの粉はやっぱり軽くてすごく綺麗だったんですけども、やはりね私は塗った時にちょっと粉っぽい感じっていうのかな、リキッドと比べるとですよ、リキッドと比べるとどうしてもツヤ感がなくて、やっぱり買えないと思ってそれは断念したんですよ。でもこちらの方につけた時には、あ、買います、あ、それすぐ買いますっていうことで、はい、この 2つセットは多分この夏かなり私の相方になってくれるんではなかろうかと思っております。はい、これでねもう 何日もかけてやって、肌が、すごくね傷まないとか、こうあの弾力が衰えないってなってくると、まあ一軍の化粧品の方に格上げしていくかなと思っております。今日買った、コスメで仕上げたらこんな感じになりました。はい、いかがでしたでしょうか。はい、今回ねメイクの方ねざっと流しましたけども、また色は改めてね皆さん、あの動画でちょっとずつ紹介していきたいと思います。はい、今回はあのベースね、スックのベースっていうのは去年ねリキッド使った時、とってもあの素肌感がとにかく好きで、もうよく使ってました、真夏ね。はい、でクリームって言ってね、ユキチーファンデって言われるものがあの有名になったのはスックのね、あの
クリームファンデーションですし、やはりねベースっていうのはすごくもう定評がある、ブランドさんなので、もしね気になる方はチェックしてみてください。雑誌とかの付録とかでもねおまけでついてきたりすることがあるので、高級なのはそういう時にねちょっと試してみたりとか、美容部さんにいるところでちょっとね、つけさせていただいたりとかして、皆さんど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 んねいろいろ自分で試してみて、自分のお肌に合う、ね、理想的なお肌を作ってくれるものに、出会うと嬉しいです。はい、皆さん一緒に綺麗になっていきましょうね。はい、もう私はこのパウダリーね、ほんとツヤ感がね、ほんとに粉なのっていうくらいのツヤ感が出ていて、とっても好きでした。もしこの動画が気に入ったら登録していただけると嬉しいです。また皆さんの、疑問や気になることにどん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 お答えしていきたいと思いますので、コメント欄にどん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 書き込んでいただけるともっと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。